久保さん。あの、僕のコンサル生に、あのー、マレーシアに住んでる人いるんですよ。まあ、ケイ君っていう人、ケイさんっていう人なんですけど、ケイにしましょうか。で、なんかね、ケイさんね、あの、今年、あの、日本に戻ってくるらしいんですよ。で、もう、7月か8月、9月あたりにも、なんか日本に戻ってきて、 あの、日本でまたやる前らしいんですけど、なんかマレーシアの事情が変わったらしくて、なんか税金もなんか当時に比べるとなんかまたなんか法が改正されて、結局高くなったというか、うん、なんかいろいろあるみたいで、なんかその旨味があんまなくなってきたみたいな。まあだからマレーシアで3年ぐらいやったのかな ?2 年ぐらい。うん。まあ、すごいですよね。インターネットどこでもできるんで。マレーシアにいてもできるっていうね。 まあ、たなんかね、家賃4万か5万くらいの、なんですけど、タワマンに住んでたんですけど、すごいいいとこですよ。30回か40回のところの階,階層に住んでましたけど。まあ僕もね、一回そこに行こうと思ってたんですけど、まあコロナが出ちゃってね。うん。うん、残念なんですね。<laughs> いや、行きたかったっすね。うん、マレーシアにね、行ったら、泊まれるとこあったのに。 まあ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 。そう。で、まあその、計算なんですけど、うん、もう多分ね、コンソル入っていくらだろうな。まあ、多分、800万ぐらいは上げてるかな。700か800は上げてると思うんですよ。1000はまだいってないかな。か700か800は合ってると思うんですよ、もう。うーん。で、最初、 ねえ、あのー、まあ、今それぐらい上がってて、まあ、コンサルしててももうだいぶ分かってきてるんで、まあこ、いいコンサルができるようになったんですけど、まあ、最初はね、一回その、なんかね、止まったんですよ。いや、ちょっと吉田さん、ちょっと、きちょっと、あの、コンサル一時中止していいですか中止していいですかというか、まあ、なんか止まったきっ一二1、2ヶ月か3ヶ月とか止まって、吉田さんまたちょっとやろうと思います、みたいな。だからその空白もあるんですよ。 うん、でだから最初はその情報発信してこうお金を稼ぐっていうところが自分でコンテンツを売るっていうところがなんかしっくりきてなかったというかね。うん、なんかイメージがわからない。まあ実績もないし経験もないからうん本当に売れるのかなというか。うん。なんかそうしっくりきてなかったんですよ。だけど、この、まあその仕組みですよね。まずその まあステップでこう売っていく仕組みを作ってまあそれをコピーとか全部なんだろうなあのー、セールスまでの流れとか全部まあ僕の方でもこうアドバイスしててでその枠ができてでそこに枠にリストを入れました売れましたってなってきてあ本当にこのこのなんだ仕組み型を作ると売れるんだなっていうのは実体にこの体験してきてでその後 こうやればこうなるんだっていうのは、まあそう、ちょっとね、パあ、なるほど、みたいになってから、どん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 変わってきてね。で、自分でこの、なんだ、いろんな提案もするようになってきて、今はね、もう、だいぶ、あ、こういうことなんだな、みたいな。だから、まあコンテンツビジネス最強だな、みたいなね。うん。まあ何が言いたいのかっていうと、やっぱ最初は経験ないし、実績もないんで、やっぱ本当かなってなるんですよ。 だから、その、確証するためには、自分でやっぱ、あの、結果出すしかないんですよね。本当に売れるんだ、本当に。あ、こうやったら売れるんだっていう結果を出すしか、多分ね、僕はないと思うんですよ。うん、結果しか信じれないと思うんですよ。要は、結果がない状態で、なんか信じるっていうのは、信じたいと思ってる。信じてるんじゃなくて、信じたいと思ってるっていうね <laughs>。 信じてる、信じてるという妄想ですよね。うん。だから結果をもう自分で出した結果ってもうま、まさに結果じゃないですか。いろんな試行錯誤してこうやってああだこうだやって、あ、こうやって結果が出たっていうそのプロセスも自分で考えました。で、やって結果が出ました。え、これって事実じゃないですか。だからその事実の結果に対しては信、信用できるというか、あ、こうなるんだな、なるほどってなるわけですよね。だけど自分で結果が出てないやつ、 に関しては、多分、まあ、信じきれないんですよね。信じたいとは思ってるけども、信じきれない。つまり、疑っている。疑心暗鬼うん。だから、継続できない。やめる。ね。疑心暗鬼だから。信じたいと思ってるけど、本当に大丈夫なのかなみたいな <laughs> うん。これはね、自分で結果出すしかないですよ。うん。まあ、久保さんもね、自分で多分結果を出して、あ、例えば、 ね、自己アフリエイトも、あ、え、これだけでお金稼げるんだっていう結果ですよね。あ、マジだ、すげえみたいなね。この結果に対して、あ、本当に自己アフリエイトすごいな、と。これ、ポンポン、味覚で講師上がるぞと、と。すごいな、みたいな。で、じゃあ、じゃあ、これをアウトプットしよう、つってね。アウトプットして、じゃあ、セミナーやるぞ、と。セミナー売れたぞ、と。すげえな、みたいな。<laughs> いや、多分、この繰り返しだったと思うんですよ。うん、自分が、こう、 やっってて結果が出たあ、これでもいけるんだ速化塾を売ってみた20万で売れんのかなと売れんのかな20万そっか塾です」みたいな内容パクってるんだけどそっか塾ですみたいな、ね、こう売れっからみ,みたいな内容これ丸パクりだけどなみたいなあ売れたすげえなみたいなねそっかそっか塾みたいなねそっか言ってましたね久保さんね昔ね そういうことかそっかみたいなね。そっかしか。売れるとぞ売れるぞみたいな。うん。だからまあ自分でね、経験あのー、結果を出すしかないですよ。結果出してやっていくしかないんで。うん。まあま毎回ね、僕もね、商品売れ、まあ再生数も少ないですし、売れんのかな売れないのかなっていう。しかも僕も結構、同じ人に売ってる部分もあるので、 財布事情もあるわけじゃないですか。うん、だから毎回大丈夫かなと思うんですよね。でもまあ今もね、商品販売してるんですけど、まあね、朝起きてはまたお問い合わせもあって、まあまあ今回は、まずはお問い合わせベースなんで、まだ決済までは行ってないですけど、うーん、まあ見てる限りでは決済をしていただけそうな感じのお問い合わせはあるんで、まあゼロってことはないでしょうね。ゼロってことはないと思います。まああとはまあ本数伸ばすだけなんで、まあ、 ちょっと頑張りますけど。うん。まあ、毎回、まあ、大丈夫かなと思いつつ、やっぱ売ってきてるんですよ。うん、だ今回の一番のね、あれだったのが、あの、新規リストがね、1登録もないんですよ。だからそれがやべえなっていう。まあ、毎回商品,商品売るときに、あの、メルマガに誘導してるんだけども、1リストも取得できてないっていうね。 やべえな、みたいな。そこがちょっとね、まずいなっていうところですね。毎回なんかその安い商品とか出すときは、あの、リスト登録あるんですよ。今回ないっすね。まあもちろんまあね、売る商品がブックメーカーなんで、まあいつもの発信してる内容と違うからっていうところもあるのかわかんないですけど、まあそこがちょっとね、あの、課題、今回のあの、反省点ですね。うん だから今、新規のリスト登録がないのであの、今回のプロモーションに関しては。だからま既存のお客さんに売るしかないっていう,う。ただね、お問い合わせ見てると、今まで、その、うん、あんまり買ってない人がやっぱ来てますね。うん、まあ過去にけい買,ったけい買ったこととかあるんだけども、そんなに買ってないっていう。うん、感じかな。 はい、ということで、えー、K ですね。いってらっしゃい。